ゆむです。よろしくお願いします。ですね、いつもゆむ、そしてみのゆか子を応援していただいてて、本当にありがとうございます。そしてですね、このチャンネル、No.3BH チャンネルをたくさんの方々にご覧になっていただいてて、本当に嬉しいです。感謝しております。ありがとうございます。そしてですね、今回ちょっとだけ久々の動画アップとなるんですけれども、またですね、朗読の方をさせていただこうかなと思っております。今回の朗読はですね、ちょっと短編というか、すごく短いですけれども、楽しんで聞いてみていただけたら嬉しいなと思っております。それでは早速見てもらいましょうかね。よろしくお願いします。どうぞ。ささくれ、堀真塩。左手の親指にささくれができた。面倒なので消毒もせずに放っておいたら腫れてきた。どうやらばい菌が入ったらしい。消毒薬を塗って包帯を巻いたけれど、ちっとも良くならない。赤かった患部は黒ずみ、そこに白い膿がたまった。病院で切って膿を出してもらった方がいいよ。友人は言った。病院には行ったよ。でも、どの医者も切れないって言うんだ。え？ただの化膿したささくれだろ？それがさ。僕は包帯を解いて友人に見せた。僕の親指はパンダになっていた。パンダは僕の顔を見ると餌を要求した。ささくれ、ささくれ。友人は呆然としている。お腹が空いている親指サイズの小さなパンダは手をワニワニと動かした。ささくれ、ささくれ。早く治したいんだけど、どの医者も泣きながらこんなに可愛い生き物を切るなんてできないって言うんだ。どうすればいいんだろうね。いかがだったでしょうか。今回はですね、堀真塩さんのささくれという作品を読ませていただきました。なんとなくですね、子どものとしただけどちょっとミステリアスな感じもあって、ちょっと独特な作品だとは思うんですけれども、どんな風に皆様は感じましたでしょうか。堀真塩さんの作品はですね、昨年の夏に2作品読ませていただいているんですけれども、今回は1つだけなんですけれども、楽しんで聞いてみてもらえてたら嬉しいなと思っております。はい、そしてですね、もしよかったらですね、毎度ながらで本当申し訳ないんですけれども、いいねボタン、そしてチャンネル登録の方、まだの方がいらしたら、ぜひですね、ポンと押していただけるとすごく嬉しいですし、こういうのを読んでほしいなと思う、こう何か作品とか、ありましたら、ぜひですね、コメント欄に、リクエストですみたいな感じで書いていただけると、あと感想なんかも書いていただけると、すごく、ハッピーというか、嬉しいですので、よろしくお願いいたします。というわけで、これからもですね、ゆむちゃん、みのゆか子として、いろいろ活動していくわけなんですけれども、ぜひぜひ、これからも、ゆむ、みのゆか子を応援していただけると、すごく嬉しいです。よろしくお願いします。この度も、本当にありがとうございました。またねー。
ザラマスリー。